では早速、はい、ご挨拶さつと、えー、本日はお忙しい中フィールズ K1 ワールドグランプリ2010横浜大会の記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます、えー、また、えー、と連日会見やってますがユーストリームの方でですね、えー、ライブでこれまた、えー、世界の皆さんがですね同時に見られるという,うことなのであの本当に、えーえー、4月3日 ワールドグランプリ2010のシリーズがですね横浜アリーナから スタートしますすすでで改めてて皆さん1つよろしししくおお願いしままま、えー、先日記者会見でです、ねえー、既にカードを発表しております、えーま、ずは k 1、えー、ヘビー級タイトルマッチとして京太郎選手に、えー、伝説のファイターであるピーター・アース選手が挑むというタイトルマッチそれからスーパーヘビー級のタイトルマッチとしましてはセームシュルトに、えー、同門ではありますがです、ねえー、セームに対して非常に自信を持っているエロール・ジバーマン選手が挑戦。 それからバターリイ選手に対しては、えー、久々の復活、えーまあ、かつてはですね セイム・シュルトやレミ・ボンヤスキーを倒しているバターアリも KO しているアレクセイ・グナショフ選手の一戦そして、えー、去年、外敵として、ね、KO に旋風を、えー、巻き起こした MM ファイターであるアリスター・オー・フレームと新鋭のです、ね、ジャバット・ポトラック選手、えー、この4カードを発表しておりますがさらにです、ね、ジェロムレ・バンナサイ選手対ルツラン・カライフのカードを発表しましたが、えー、本当連日、誠に,本当に申し訳ないで ですがえー、ルスラン・カラエフ選手が、ねえー、左膝の靭帯の損傷ということで,です、ねえー、残念ながら試合に出れないというです、ね、事態の申し出が、えー、ありました。 ちょっとカードが変わってしまって本当に心よりお詫び申し上げますが、あのー、そのルスラン選手に代わりに、えー、じゃあ誰にするかということで非常にです、ねえー、いろんな可能性を探ってみましたがここはです、ね、2010年のテーマにふさわしくです、ね、新しい新鋭のファイターをです、ねえー、レジェンドファイターにぶつけようと。 いうことで非常に異色なカードでありますが、えー、新しい選手にちょっと、えー、チャンスを与えようと思っております。もちろんあの本当に実力者でありますがジェロム・レ・バンナ選手対タイロン・スポーンの選手。 カードに変更ささせてくださいタイロン・スポーン選手はもう本当にあの昔はミドル級からですどんどん体重を上げてきてです、ね、ヘビー級に去年の k 1から挑戦しているんですが京太郎選手にも勝っていますし非常にいい選手であるんですがこのジェロム・レバナン選手との一戦がです、ねまあ、飛躍の第一歩になるかどうか非常に重要な一戦になるんじゃないかなというふうに思っています。ムトムハの 原点に戻って厳しいトレーニングを積んで,です、ねえーまあ、減量もしながらです、ねえー、昔の輝きを取り戻そうと、えー、ジェルム選手もです、ね、現役続行もう、えー、しかしです、ね、今の K1 の非常にレベルの高い試合の中では後がないということで,です、ねえー、必死になっております。その中で、まあ、タイロン・ンスポとといいうです、ね、非常に若い相手と 今現役バリバリの強い選手とどこまでやれるかというのがまた楽しみな一戦になるんじゃないかなと思います。それから追加カードとして以下のーカードが蹴っております去年、ベスト16に入りましたアジアチャンピオンのですねシング・ハート・ジャディブ選手インドの選手で日本在住の選手なんですがこの選手とですねーグー・カン・サキ選手またこれもですねベスト16同士の若手の試合と。 いいことになりますそれから去年またベスト16には入れませんでしたけど非常にあの 将来的な可能性のある、えー、セルゲイ・ラシエンコ選手対、えー、極真のです、ね、パワーファイターの佐藤匠選手、えー、これも、まあ、巨漢のぶつかり合いという試合になると思いますそれから同じく、えー、巨,巨漢のぶつかり合いでいうとです、ねえー、日本人の野田光選手対イランの巨漢のプリンス・アリ選手、まあ、あの佐藤選手、野田選手なんかは、まああのー、日本人にはない 世界に通用するパワーファイターの持ち主なんで、京太郎選手が今、えー、頭抜きに出てるんですけども、えー、この二人がナンバーツー、ナンバースリーを争っている状態じゃないかな、というふうに思ってます。まあ、ぜひともですね。今年は、この佐藤選手も野田選手も飛躍の年にしていただきたいな、ということに思います。それから、また、非常に可能性のある選手でですね。上原誠選手と。えー 高萩努選手の、まあ、オープニングファイトになると思いますが、一戦も控えておれます、今のところです、ね、4月3日のカードに関しましては、全カードをこれで発表させていただいたということになります。 えー、それからです、ね、えーとまあ、この4月の3日の大会です、ね、私どもとしましてはです、ね、武蔵選手の、えー、引退試合をです、ね、もう1試合、日本のファンの、えー、ためにです、ねまあ、あのもう1回やるかどうかということを武蔵選手に打診しましたが武蔵選手が、まあ、やっぱり去年の開幕戦が本当にあのいい試合もだったこともあってです、ねえー、自分自身でけじめがつけられましたと。 あの試合をもってもう引退試合にしたいということで、まあ、本人は最終的に決断しましたのでこの4月の3日の大会で,です、ねえー、武蔵選手の,あの引退セレモニーというものをです、ねえー、ぜひ、えー、開催したいなというふうに思っております、まああのー、試合自体も、ねまあ、2010年の新しい世界の強豪の若手をどんどん,どん,どん,どん発掘していくというテーマ それからタイトルマッチ、そしてですね、ムサ選手のあの引退セレモニーと、まああのそういった形でですね、内容の濃いイベントにしていきたいなというふうに思っております。あのフジテレビさんの方では、当日9時から全国で放送されることになっています。あともう一つですね、お手元の資料にありますようにですね、えー、K1 を舞台とした。 初の韓流ドラマ去年日本で記者会見やりましたがその韓流ドラマの「マイ・ドリーム」という韓流ドラマがこの度フジテレビさんの方で放送されることになりましたとりあえず関東ローカルだそうですが3月28日に全19話お手元のスケジュール通りこの「マイ・ドリーム K−1」を え題材とした韓流ドラマですね FEG も制作にかかっているんですが、あのー、非常にえ人気の高いえ役者さんもすごくいいえドラマがですね日本でも見られますし、まあ、やがては DVD でもえ発売されると思いますのでこちらの方もぜひえ楽しみにしてください。あのー、会見ででもやったんですが、あのー えー、あのゲームの女王に出演してたチュ・ジン,ジンモセンさんが、まあ、主役なんですけどもあの韓国版の花壇のです、ねえー、キム・ボブっていうかわいい男の子が、えー、とかあの人気がありましてでこのキム・ボブさんがです、ね、あの4月3日、えー、K−1 の大会に来場しまして。 まああのごあ挨拶まあ何らかのセレモニーもえー今のところ考えておりますのでまあキム・ボムのファンの人もですねぜひ4月3日来てください、すごい人気のあるえ俳優さんなんですけどもあの日本で記者会見を時たあのもおば様方がたくさん会見場に詰めかけておりましたがぜひ k 1の会場にもあのおば様方にたくさん詰めかけていただければなというふうにですねキム・ボムさんが来ますんであので何をやるかというのは武蔵選手 もうキム・ボムさんも当日をちょっとお楽しみにしていただければなと思っております、このマイドリームに関しては、ですね、えー、とマサト選手とかレミー・ボンヤスキーもです、ね、現役の選手としてチャンピオンとして、えー、登場しています、アルバート・クラウスも、えー、登場して、まああの、後半ね、試合シーンとかなんかもありますんで、あの韓国では、えー、すごい、えー、あの評判になったあの作りがもうすごくいいと思いますんで。 あのエージェントの話ですね、まああのー、どっちか言えば選手というよりもです、ねえー、格闘技界のそういう裏というかです、ね、そういうエージェントの話なんで、えー、楽し,みしてくださいなんかまああの視聴率の方では、裏が存続女王って、これもフジテレビさんの、えー、っと方で。 日本でも大人気ですごい面白いドラマがあったんでそれが裏でちょっと苦戦したみたいなんですけども、まあ、評判はすごい高かったっていうあの続情報がめちゃくちゃ面白いんで40%ぐらい視聴率とるような番組で僕もあの今日から見始めようかなと思ってるんですけどそれは。韓、えー、流大好き人間としてはですね、えー、この k 1のドラマが、えー、韓国で「えー 放送されそして日本でですね放送されることに関しては本当に嬉しく思っている次第です、えー、以上4月3日の横浜マリーナ、えー、盛りだくさんの内容でやってきますので一つよろしくお願いしますありがとうございましたはいありがとうございました、えー、それではですねえと、ー、昨年の9月のえー、と韓国 1> k 1の韓国大会以来、えー、と皆様の前でご挨拶する機会がなかったので、えー、武蔵選手をこの場にお呼びしておりますので、えー、ご登壇いただきますそれでは武蔵選手より、えー、と皆様にご挨拶並びにコメントの方を頂戴したいと思います。